おお、セレット、無事でよかった。お父さんこそ、私てっきり生き返った。恥ずかしながら、医者の私にもなぜ生きてるのかさっぱりわからないんだ。こうして生きてるんだから、それでいいんじゃねえのか。じゃあ俺たちは行くぜ。話を聞きつけた聖騎士がこの町に乗り込んでこないとも限らないからな。メリオダス君、何か礼をさせてくれないか。せめてささやかな食事でも。それじゃお言葉に甘えるかな。毒入りは勘弁な。エリザベス、改めて紹介する。暴力の罪、フォックスシーンのパンダ。ま、よろしく頼むわ。そういや、リアンヌも久しぶりだな。僕はもう100年君と会わなくてもよかったんだけど。エリザベスです。こんな格好で申し訳ありません。いえいえ、王女様、うちらは無礼講です。4人で仲良くしようぜ。5人だろ、5人。ああ、ボケんなよ団長。4人だろ。5人だろ。頭のネジ緩みすぎてんじゃねえのか。ああ、誰だ。俺だ。豚が喋ってる。今さらそこで聞けるか。嘘だろ。人の言葉喋る豚なんて全く無意味だろ。分かった。お前キングだろ。そっか、呪いをかけられてついに豚になっちまったか。違うよ。言っとくが、俺はただの豚じゃねえ。残飯処理騎士団団長ホーク様だ。すげえ、全然聞いたことねえ。父さん、空を。これはまるでブリタニアの古い歌の一節も。一点を流星が十字に切り裂くとき、ブリタニアを次第の脅威が見舞う。それは古より定められし試練にして、光の導き手と黒き血脈の聖戦の始まりの兆しとなる。
Bye.